立花の通りは宮崎県宮崎市の市役所前交差点から公平5サロに至る約1 8キロメートルの区間の道路の通称。名称は立花橋に由来する。特に市役所前交差点から立花の通り3丁目交差点間の約9 0 0ルは宮崎市の中心的な繁華街である。これに関連する都市計画道路立花通線。 町名の立花の通東1丁目から5丁目、立花の通西1丁目から5丁目も、本校で扱う。市役所前交差点から立花の通り1丁目、方向宮崎市のメインストリートであるが、各区間ごとに機能が分化しており異なる性格を持つ。立花の通東、西1から2丁目は、古くからの個人商店やホテルが目立つ。恵比寿通りとの交差点を通過すると、 宮崎市の中心市街地として、百貨店や複合商業ビルが立地する道3丁目となり、歩行者通行量が最も多くなる。一歩路地裏に入ると、道幅の狭い中小の商店街が網の目のように走っている。立花の通り3丁目交差点を越えると、金融機関の集積するオフィスビルやマンションが立ち並ぶ道4丁目、さらに北進すると、 マンションやホテルに加え隠しおろし商が集まる、同五丁目となり、歩道なく、公平五サロに達する。なお、各歩道側の一車線は7時から9時、17時から19時は、全区間において、バス専用レーンとなっている。明治時代までは、赤江港を要する大淀川南岸の中村、城ヶ崎が繁華街であったが、中心となる、輸送手段が、 船舶から鉄道へと変遷するにつれ次第に大与都地区の地位が低下、中心市街地は県庁のある北岸へと移動する。しかし戦前までは、現在の立花の通東、西一丁目、二丁目や朝日通りがその中心であった。1950年代には、立花の通り五丁目周辺に映画館、立花百貨店のオープンや宮崎山形屋の移転も相次いだ。 立花の通にし東三丁目が今日のような賑わいを見せるのはこの頃からである。しかし1990年代以降は、モータリゼーションの進展により、郊外型店舗の進出が加速し、立花の通りの通行者は減少傾向にある。立花の通り三丁目交差点付近祭りエレコッチャ宮崎では、立花の通りに様々なステージを設け、ダンスコンテストや、 市民総踊りが行われる。宮崎神宮大祭では、1日目は神宮から小旅所へ、2日目は小旅所から神宮へ向けて、立花の通りを神にぎやか行列が練り歩く。立花の通りを、はじめ、一番街や若草通りなどの中心市街地エリア一帯では、毎年11月から年末にかけて、約30万個の電球を用いたイルミネーションが灯される。 都市計画道路としては、一般に理解されている通称の立花通りの区間のみならず、立花橋南詰め交差点を起点とし、立花橋、立花の通り、公平通り、宮崎北バイパス、旧国道10号を経て、香オ市交差点に至る区間を指す。町名として、立花の通が誕生したのは1927年で、ある。 立花の通り1丁目から立花の通り6丁目まで立花通りを挟んだ格好で調域を形成していたが1966年第1次住居表示により立花の通東1969年には第2次住居表示により立花の通西の各町名が設定され立花の通りを境界に調域が分離されたなお当初の案では 東と西を分離せず住居表示を実施する予定であった。宮崎市では現在、宮崎市中心市街地活性化計画を進めており、主要項目として立花の通りの公園化を掲げている。環境空間の改善により健全な文化を育ませ、車から人間中心の街へと転換するのを目的する。その手段として、 国道220号の4車線化計画が進められ、2008年11月9日16日に社会実験を実施したが、住民アンケートで反対意見が多数を占めたため事実上断念した。宮崎市側は4車線化を可能とする根拠として、国道269号可能バイパスの前線、開通により立花通りの交通量が減少することを挙げていたが、 2008年1月末には宮崎県警察から渋滞発生を懸念する声が上がり、2008年11月9日の社会実験では懸念が現実化した。実験前の2008年2月に宮崎日日新聞が実施した1000人アンケートでは6割の住民が反対し、宮崎放送が実験後の2008年11月にインターネットファックスで意見を募った結果も大半が、 反対であった。愛、宮崎の武井俊介が、立花の通りの公園化と、国道220号の4車線化は、イコールの関係ではないとしているように、国道220号の4車線化はあくまでも、手段の一つである。ありがとうございます。